針板蓋の右側にあるつまみを右に動かして針板蓋を外します。右手でボビンを軽く持ち、左手で糸端を持って糸が左巻きになるように釜に入れ、右手でボビンを軽く押さえながら左手で糸を溝に沿って通し、手前に引いて余分な糸を切ります。針板蓋の左下部分を本体に差し込み、右側を上から押せば下糸セットの完了です。